あれ、これってどこかで見たことあるような、こいつ何者だ？サイヤ人です。孫悟空ともカカロットとも呼ばれているようですが。サイヤ人は惑星ベジータと一緒に滅びたんじゃなかったの？ほとんどは滅んだのですが、たまたま別の星に行っていたものは免れております。ちなみにベジータ王子もその一人で。サイヤ人の髪の毛って黒くなかったっけ？それにしてもサイヤ人がよくフリーザに勝てたね。ここに来てサイヤ人たちはスーパーサイヤ人なるものに変異する技を身につけたようで。なんだ？スーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人。そうか、こういうやつだった。何がですか？スーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人ゴッド。夢で見たんだ、こんな感じのスーパーサイヤ人ゴッドってやつと戦う夢を。さあ始めなさい。なめてんな。よし、うん。